それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りの方々、そして恋愛対象の方々から見たあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、では早速見ていきましょう。すでにこちらにオラクルカード出しています。こちらが周りの方々から見た印象、恋愛対象の方々、そしてこちらがまだあなたが気がついていない隠れた才能、魅力っていうのを出しています。プラスタロットカードを使って見ていきましょう。では周りの方々から見たあなたの印象を、こちらのタロットからもらっていきます。タロットカードすべて正位置採用です。周りの方々はどのように思っているのか、どんな印象、魅力をあなたに感じているのか、カード4枚使って見ていきましょう。はい、すごく素敵なカードたくさん出ていますね。今回はこちらの日本昔話タロット、こちらからカードをいただいています。少し独特なカードですね。久しぶりにこちらを使います。で、解説書を合わせながら見ていこうと思います。まずはこちらのマジジャン一寸法師です。こちらは有名なお話なので、お話の部分は省略していきます。カードの解説として、この世の中には子供たちが探したくなるような宝物がたくさんあります。魚釣りで大きな魚を釣ること、すごいスポーツ選手になること、行ったことのないところに行くこと、面白そうなことをすること、一番欲しいものを手に入れること、お金持ちになること、さまざまなことがありますが、それは子供でなくても若々しい気持ちを持つことで、いつでもきっかけはあるでしょう。この物語には、普通なら産めないはずの老婆が子供を産みたいと願う純粋な思いからスタートしていきます。そして生まれてきた一寸法師も大きい夢を持って人生を謳歌します。物事には始まりがあります。異性を見て惚れる、人がしていることを見て自分もやってみたいと感じる、そんな魂のひらめきを表すカードです。はい、すごいですね。こちらの一寸法師、魂のひらめき、そして始まりや出会い、未知との遭遇、チャンス、新しい環境などを表します。もう一つ大アルカナデビルが出てきていますね。こちらも解説していきましょう。こちらは下切りすずめのお話です。こちらも有名なお話なので、皆さんご存知かなと思います。そうですね、解説をお伝えしていきます。おじいさんは気が優しいだけでなく、すずめを心配して必死に努力します。しかしおばあさんは性根が悪いだけでなく、努力をせず金品を手に入れようとします。欲というのは悪いものではありません。欲のない人生は良くないと言われるように、欲は人に向上心を与えます。しかし過度になればどうでしょうか。結局は自分で自分の首を絞めることになってしまいます。これはずるい考えや欲に任せた行動を咎めるカードです。誘惑、欲望、嫉妬などを表しています。周りの人から羨ましいっていうふうに思われているんじゃないかなっていうふうに見ますね。みんなに注目される、花があるからこそ一方で妬みや嫉妬という気持ちも生まれやすい。かなり目立つんじゃないかなと思いますね。マジシャンとデビルのカードが出てきているので、人から注目されやすい、周りと一緒にいてもあなたが目立つじゃないかな。そして小さいながらにもあなたの華やかさは人一倍輝いているというふうに、周りの方々から一目置かれている存在です。そしてこちらですね、受け継がれていくもの、ペンタクル10なので、あなたは誰かから何かをしていただくことが多いなど、あなたに何かしてあげたい、またはご家族と仲がいい、家族とのご縁を感じる、仲間の力、絆を感じる、周りの人々から助けられて、かつ自分自身も動いていく力がある人だなっていうふうに思われてるんですね。勇気のある人、行動力のある人だって。そして
日常生活で使われているさまざまなものを使いこなすことができる、ね、変わった使い方をしていますよね。あなたにとってはそれが普通って思ってることかもしれないけど、周りの人からは斬新なアイディアっていうふうに思われてるんじゃないかなとも思います。そしてこちらかぐや姫の誕生ですね。まさに見つけた、ね、っていうところでしょうか。可愛らしいアイドルを街中で見かけたかのようなね、そんな輝きを放っています。やはり人一倍目立つっていうのがあります。可愛らしい、この2枚から可愛らしさっていうのが伝わってきます。そうですね。そして誰からも愛される方、特に目上の方からのご贔屓があるのではないかなとも思います。年下さんにも好かれる方多いと思いますね。そしてこちらデビルのカード、誘惑嫉妬っていうカードなので、周りの方々からいいなっていうふうに思われることがある、それは才能やアイディア、技術、そういうところでしょうか。お仕事のところであなたがすごく有能だからいいなって思われていたり、可愛がられるから、上司に可愛がられるからいいなって思われたりとか、またこれは魅惑的なカードでもあるんですね。このデビルのカードだけ見ると、ね、ちょうどこのシーン的にね、物抜けがたくさん出てきてるからびっくりしちゃうかもしれないんですが、デビル誘惑のカードです。あなたの魅力に人が集まってくるということで、人前で何かをされているお仕事、接客業だったりとか営業とかされている方かもしれません。自ら前に出ていくのが得意な方も多いのではないかなと思います。はい、ではこちらのオラクルカードで周りの方々が感じるあなたの存在感、才能、魅力というのをお伝えしていきます。はい、では1枚ずつもらっていきましょう、ね、とても優しいカードですね。こちらはデスのカードです。そして勇敢、あ、やっぱりね、この勇敢っていうところで少しね、この一寸法師にも似たようなところを感じます。手先が器用な方もいらっしゃるのかなと思いますね。精神的にも強いっていうのが伝わってきます。あなたの存在は凛とした美しさと愛らしさが絶妙に混じり合っている印象があります。その姿には強さと知恵、そして深い愛が感じられて自然と人々を引き寄せています。ビジネスの場でもあなたの判断力や直感が大きな力になっているのを周りの方々は常に感じています。またどんな困難や状況でも冷静に交渉をまとめ上げて不安や恐れを取り除いてくれるので頼りにされています。あなたの体には生命力と強さがみなぎっていて、スポーツやアクティブなことを楽しむ姿がとても魅力的に映っています。体を鍛えることだったり、趣味で運動、スポーツをされているっていう方も多いかもしれませんね。はい、その素早い動きとか、あとは力強さだったり、立ち仕事、立っている姿っていうのもとても印象的に映っています。そして遊び心を忘れないっていうのもあなたの魅力の一つです。まさに人生を楽しむ達人だと周りの方々は感じています。さらにあなたの勇気はただの勇敢さにとどまらず、周りの方々にも大きな影響を与えています。あなたの存在は周りから信頼されて、挑戦する姿はいつも情熱に満ちています。努力の結果として成功を手に入れている姿を見ていると、周りの方は本当に素晴らしいと思っているようです。素敵ですね。そしてあなたの冒険心も素敵だなと思っていると思います。新しいことに果敢に挑戦する姿、これは見る人をワクワクさせます。旅行がお好きで、どこにいても楽しさを見つけるその姿にはみんなが魅了されていることでしょう。海外に関係する、または海外にご縁のある方もいらっしゃるかもしれません。そしてあなたの気配りや優しさの力というのは、いつでも周りに安心感と喜びを与えてくれています。保護の力といいますか、誰かの支えになろうとする、そんなお気持ちが現れています。何事も丁寧に仕上げて変化を恐れずに進んでいくその姿勢、本当にリーダーシップの鏡だと思われています。あなたはどんな困難があってもそれを冷静に受け入れていますし、新しいチャンスを生み出すあなたは本当に素晴らしい方と思われています。
はい、優しくて勇敢な方、そして遊び心も持っているよっていうふうに周りの方々から思われています。チャーミング、愛おしい、可愛らしいっていうのも伝わってきますね。一部ね、嫉妬が見られるかなとも思いますが、ね、そんな目立つからこそっていうのもあるのかなと思いました。はい、こちらが周りの方々が感じるあなたの魅力ということでカードをもらっていきました。少しまとめていきましょう。特にこの2枚がとてもね象徴されていますね、うん、はい、それではその他にももらっていきましょう。あとは恋愛対象の方々が感じるあなたの魅力です。こちらはこの対象ロマンのタロットからもらっていきます。恋愛対象の方々から見たあなたの魅力もらっていきます。どんな風に感じてくださっているのか、こちらも4枚カードを出して見ていこうと思います。まず入ってくるのはやっぱり困ってる時に助けてくれる優しい人っていうのが入ってきますね。そしてドキドキするっていうのも入ってきます。あなたの優しさに癒されて、そして心が満たされて豊かになるんだっていうのがすごく伝わってくるんです。それが恋愛対象の方々から見た一番の魅力なんじゃないかなとも感じますね。そしてあなたと一緒に過ごす未来を想像しているとか期待を寄せている、自分の方に振り向いてくれたらいいのになっていうふうに思っている方々もいるみたいですね。やはり癒しの存在とか一緒にいると落ち着く、楽しい、居心地がいい、そんな空間を提供してくれる方っていうのが入ってきます。どんなに辛いことがあっても気持ちが穏やかでいられること、これをあなたが一番に望んでいるんじゃないかなと思うんです。恋愛関係になる方ともお互い支え合って、そして幸せな空間、時間を過ごすんだっていうのが一番のあなたの願いであり、喜びにもつながっていると思いますね。そして身の回りのことやご自身のこと、自分磨きをされていたり、おしゃれに気を抜かない丁寧な方っていうのも伝わってきます。そして恋愛対象の方々から見たあなたの印象はこちら、魅力と印象ですね。早速見ていきましょう。ウォーターメロンのカードですね。そしてバース、生誕、うん、そしてこちら固い絆、これもねこうすごく衝撃的な絵柄ではありますね。なので衝撃を受けるイコール一目惚れっていう可能性も高いかな。固い絆なので、どんなことがあっても絆を信じている、信じ合えるとか、そうですね、決してこの絵柄だけで見るとねうわって思うかもしれないけど、固い絆っていうのがテーマなので、どんなことがあっても大丈夫とか、あとは衝撃的に一目惚れするとか、そういうことも言われてるかなと思います。こちらからもねメッセージもらっていきましょう。あなたはまさに周りの方々、恋愛対象の方々に希望を与える天使のような存在であり、そしてそのことを深く恋愛対象の方々が感じています。落ち込んだ時にはそっと寄り添って癒しを与えてくれるあなたの優しさと小鳥のような愛らしさに多くの人が心を奪われています。すごいですね。そして救われてもいます。あなたがもたらす愛情や思いやりは相手にとってかけがえのないものであり、その包容力と親切さには強い魅力を感じています。またあなたの楽しさに満ちた心は孤独や悲しみに苦しむ人々にまで届いていて、その寛容さと癒し、そして包み込むような理解力は本当に素晴らしいと周りの方々が感じています。はい、恋愛対象の方々ですね。楽しいなってあなたが感じていることに救われてるんだよっていうことをやはり出てきていますね。そしてあなたと一緒にいるとどんな孤独も消えてしまって、未来の可能性を期待を感じることができる。巡り合えたことがまさに奇跡であり、
あなたと出会えたことに感謝している人々は、その奇跡を何度でも繰り返したいと願っています。どんな困難があっても、あなたの存在が何度でも立ち上がる勇気を与えてくれると信じているんです。あなたと共に歩み、その奇跡をずっとつないでいきたいと心から願う人がいます。その方の思いは強く、あなたと一緒にいると何があっても平気で、あなたと一緒に生きていくと決めた。その覚悟は揺らいでいません。どんなトラブルにも冷静に対処しているあなたの姿が本当に魅力的であり、二人の絆がより強まっているのを感じています。もしかしたらあなたのことをすごく強く思っている人一人いらっしゃるんじゃないかなというふうに見ました。共に歩んでいきたい。もうすでにパートナーシップ関係性を結ばれている方や、あなたの好きな方である可能性もあります。こんなに強く思っていて一緒にずっといたいっていうふうに思っている方がいますね。はい、その方々からのメッセージ、中にはあなたの好きなお相手が含まれている可能性もあります。強い絆を感じるっていうのが出てきているので、あなたと相当な信頼関係を築かれているんじゃないかなと思います。はい、どんなことがあっても癒してくれる、そんなね優しい気持ち、そして小鳥のような可愛らしさっていうのも伝わってきました。続いて、あなたが気がついていない魅力と才能についてお伝えしていきます。それはこちらのオラクルカードトランプからすでにもらっています。まだ実はあなたが知らない魅力、そして才能、あなたには素晴らしい魅力と才能がたくさんあります。まず愛や幸福を受け入れ、それを自分のものにする才能があるということです。これはあなたの大きな強みです。さらに物事を多角的に多方面から捉える力を持っているあなたは、どんな状況でも柔軟に対応し、自らオリジナリティを持って自らの視点を周りの方々に与えることができるでしょう。この自分の視点っていうのがあなたの隠された才能です。そしてあなたの個性と技術というのは、他の誰にも真似できないオリジナリティを持っています。その高いクオリティでこなすお仕事は、まさにあなたにしかできないものです。眠っている才能に手を伸ばし、それを生かして現状をより良い方向に変える力も、またあなたは備わっています。冴え渡る直感力と研ぎ澄まされた感覚を持つあなたは、奇跡を何度も引き寄せる幸運を持っています。そして自分も周りも清らかに浄化するエネルギーを発している、そんな姿は本当に魅力的。自分に、ご自身に浄化力があるということを誇らしく思ってください。あなたは自分らしく輝く魅力と才能があります。もっと自分に自信を持って、それを外に向けて表現していってください。そうすればこれからさらに多くの人に素晴らしい存在感を与え、素敵な印象を持たれることでしょう。はい、このミラクル連発ということで、あなたには奇跡を起こす力があるっていうこと、そして技術やあなたにしかない技、スキルがある。あなたらしく輝いていってください。はい、そしてもうすでにこちらのお選びいただいたオラクルカードからもメッセージ、実はお伝えしています。今を最高に飛躍させていく、自分自身のポテンシャルと可能性を信じていきましょう。現状をより良い方向へ変えていく力があります。ご自身の光を見つめていきましょう。今回は周囲の方々から見たあなたの魅力、そして才能についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、周囲の方から見たあなたの魅力、才能についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、2番さん、こちら太陽のカードですね。そしてオラクルカードですでにあなたの魅力、ここに出しています。こちらが周囲の方々、こちらが恋愛対象の方々、そしてこちらはまだ
あなたが気がついていない眠っている才能や魅力っていうのを出しています。プラスタロットカードを使って見ていきます。まずは周りの方々から見たあなたの魅力、才能を見ていきます。こちら日本昔話タロットを使っていきます。こちらのタロットカードですね、こちらを久しぶりに持ってきて使おうと思っています。はい、独特なカードですね。解説も独特なので、解説書を織り交ぜていきながら押さえていこうと思います。周りの方々から見たあなたの魅力です。こちらから4枚もらっていきます。はい、フール、そしてカチカチ山ですね。カチカチ山、はい、そしてこちらが、ストレッチ力、金太郎のカードです。大アルカナ2枚出ていますね。これは花咲かじいさんですね。ペンタクルです。ペンタクル5番、フール、これがソードですね。そしてこちらが力、この4枚で見ていきます。まずこちらはペンタクル5番で救いの手を差し伸べる、花咲かじいさんのお話の物語ストーリー順にこちら作られているんですね。でここの場面だとポチが、眠ってしまった後にここにポチを埋めてこう手を合わせていたらここから芽が出てきたというところです。あなたの可能性に気がついている人がいるとか、ここですね、今出始めたところっていうところです。ここに注目されている。あとは救いの手をあなたが差し伸べてくれる、どんな時も優しく祈ってくれるとか、周りの人に対して尽くしてくれる、救いの手を差し伸べてくれる、親切に思ってくれてるなっていうところも感じています。そしてこちらがソードの6番です。これはそう、カチカチ山のシーンで、これもタヌキが一回おじいさんに捕まったんですけど、その後逃げていくっていうところのシーンなんですね。ここはあなたの中でこのフールも合わせてみると、どこか掴みどころのないような、そんな魅力も感じる。そしてやはりソードの6番なので、あなたのコミュニケーション能力だったりとか、そういうところ自由な感じっていうのもすごく伝わってきます。会話が上手で掴みどころのないような、本心がわからないようなところもあるんだけど、実はすごく優しいところ、そういうところに気がつき始めている人々がいる。何かこう表面上では自由気ままにやってるなとか、努力しなくてもできる人なんだっていうふうに思われているところもある一方で、そんなふうに思ってる人もいる一方で、あなたの本当の本心を知る人っていうのも一部いる。なのでみんなに対して優しいは優しいんですけど、自分の本音を話せる人っていうのは限られているんじゃないかなっていうのを感じました。はい、あとはね、美しい人っていうのも入ってきます。そして今回は大アルカナのところを解説使って見ていこうと思います。フールはわらしべ長者です。こちらもね、有名なお話なので、わらから最終的に大金持ちになっていくってね、いろんなものと交換して大金持ちになっていくんだっていう若者の話ですね。なのでこちらお話は、一旦ここを省略して解説でもらっていきます。この若者は無一文同様です。何にも縛られず自由の身ですが、同時に無限の可能性を表しています。何にも束縛されていない状況、完全のように見えるけど不完全、不完全のように見えるけど完全、矛盾のように感じますが理屈で計り知れないことです。彼は危険な崖の上に立ち、危なっかしく見えますが、自由人とは絵で表現するとこんな感じなのかもしれません。自由とは選択肢の数ではなく、自分で決めて自分で歩むこと、危ないことも失敗もすべて自分で解決する、困っても乗り越えても自分の運を信じる、自分に委ねる、自分を頼る、まさに自由、そんなことを表しています。純真、自由、そんなところが出てきていますね。そして自分のことは自分で決めて進んでいくんだっていう、どこか強い意志も感じられます。一方では周りの人を頼らずに
自分の力で何とかしようって頑張りすぎてしまうのかもしれません。そのようにも映ってるよっていうところがありますね。あと、優しいから周りの人のために頑張ろうっていうふうに人一倍考えてしまうところもあるのかもしれない。そして金太郎もまた有名なお話ですのでね、このお話も省略していきます。解説からガイドブックから少しもらっていきます。金太郎は生まれた時から抜きんでた強さを備えています。坂田金時の幼少時代が金太郎ですが、実は怪盗丸と呼ばれていたようです。スポーツなどで抜きんでた強さを持つ者が現れると怪盗と呼んだりしますが、元は金太郎のあだ名だったんですね。その後坂田金時を称え、幼少時代から語られるようになると金時の幼少期の名前として金太郎が用いられるようになったのです。この金太郎のあまりの強さに母は山の守り神という説も出ています。また父は竜神とも言われ、金太郎が幼少期から動物と対話できることを考えると精霊とも神とも考えられます。いずれにしても人間離れした強さからこの父母が神格化神となっていたのでしょう。そんな金太郎のカードは強靭な力を表します。強い精神力、力量、不屈の精神、理性、実行力、器の大きさ、冷静、忍耐強さ、勇気と知恵を表すカードです。はい、というね、この力強い金太郎のカードも出ていますね。はい、ということで、でも私はこのカードを見ると素直なあなたっていうのも出てくるんです。半分半分かなと思うんですね。ですからあなたが本心を全ての人ではなくて限られた人に見せていたりとか、限られた人しか知らないあなたの一面、魅力、その部分っていうところがあるんじゃないかなとも思ったんですね。そして霊感というか不思議な力を持っているこの金太郎が動物と話せたように、あなたも動物や植物と通じるエネルギーを持っていたり、または好きだよ、動物が好きだよっていう方もいらっしゃるのかなとも思いました。そしてこちらですね、周りの方々が感じるあなたの魅力としてオラクルカードも出していきましょう。はい、では見ていきますね。こちらのカード、信頼っていうカードも出ています。シアンのカード。まずあなたの完成までの過程を楽しむ姿勢、そして準備中の楽しそうな雰囲気というのは周りの人々に大きな魅力を感じさせています。あなたの話し声や歌声も心地よい空間を作り出して、多くの人がその声に癒されています。そしてあなたの誠実さと心強さは周囲に深い安心感を与えていて、あなたと関わることで周りの人たちは支えられています。これからもあなたの信頼感と自信が自然に人を引き寄せていきます。心許せる仲間との出会いが広がっていく。あなたは人脈や交流が盛んな才能を持っています。みんながあなたのところに集まってくるんですね。あなたが真剣に物事に向き合っている姿、そしてマイペースで落ち着いた姿勢にも感化されている人たちがいるようです。自分を振り返ってより良い自分を目指していることは本当に素晴らしいことなんです。おしゃれで美しく、その外見とコミュニケーション能力の高さも多くの人が引き寄せられています。あなたの魅力は周囲にとってかけがえのないものなんです。はい、ということで周りの方々から信頼を寄せている。そして楽しさ、あなたが準備も手抜きもせずにね、準備中も楽しみながらその過程を楽しんでやってる姿っていうのも感化されているっていうのが周りの方々から見たあなたの魅力として入っています。でこの楽器の絵柄が入ってくるので、音楽が好きとか、音楽得意です、楽器できますよとか、ね、詳しいですっていう方もいるかもしれない。その音楽関係の方で仲間、信頼できる仲間とかがたくさん集まってくるとか、そういう方もいるかもしれませんね。はい、こちらがあなたの、周囲の方々から見た魅力、印象です。そして次は恋愛対象の方々から見たあなたの魅力です。こちらの対象ロマンカードから見ていきましょう。恋愛対象の方々はどんな印象を持っているのか、
これもカードを4枚出して見ていきます。見ていきましょう。はい、おっと失礼しました。こちらまとめていきます。まずここから伝わってくるのが、あなたがコミュニケーション能力が高いということ、そして知的好奇心が旺盛、クールで情報収集がうまい、軽やかで自由を愛する方、空気を読む力もあり、時代の流れや流行をつかむ能力が高いということ、そして空気と行動力があふれる、先見の明があるのかもしれません、賢い方っていうのが入ってきます。そしてこちらの方もね、ワクワクすることが好きっていうのも入ってきますし、そしてロマンチストで感情的、情熱的な方なんじゃないかなっていうのもあります。ポジティブ思考なんですが、一回落ち込むと結構沈んじゃうよねって、そんな印象も与えてるのかなとも思います。ピンときたら即動くというよりは、一旦作戦を練ってから動くタイプなのかなと思います。はい、お話が上手な方っていうのが伝わってきますね。そしてやはり注目を集めるっていうのがある一方で、恋愛対象の方々から見たら警戒心っていうのが入ってきます。はじめ人見知りしちゃうんだとか、恋愛対象の方を前にすると緊張しちゃうとか、そういう方もいるかも。周りの方々、家族や友達、あとお仕事つながりの方だとこんな感じってのがあるんですけど、恋愛対象になるとちょっとガラッと変わって、半分警戒しながら最初はお付き合いしていくとか知り合っていくんだっていうところで、一目惚れはあまりしないタイプなのかなっていうふうに思われているかもしれません。でも決めるときは決めるよっていうのが出てくるので、好きって決まったらあとは早いかもしれない、または好きになるのが早くて、好きになった後にどうアプローチしていこうかなとか、交際までいろいろ考えてしまうとか、相手の顔色を見ながらゆっくりと進めていくような、そんなアプローチの仕方をされているのかもしれませんね。はい、そしてあとは恋愛関係の方々から見たあなたの印象や魅力についてもお伝えしていきましょう。ここね、パキッと分かれているので、あなたがかなり警戒しつつも、積極的に恋愛関係になりたいなって思った人にはアプローチしていってるようにも感じるんですね。あとやっぱり優しい、困っている人を見たら助けたいって、そんな気持ちが恋愛対象の方々にも伝わってるんじゃないかな。苦しい時とか辛かった時に支えてもらった、迷っている時に背中を押してもらえたとか、そんなメッセージも入ってきます。では恋愛対象の方々から見たあなたの魅力です。もらっていきましょう。変換、はい、こちら強行のカードです。そしてグリーンと両思いのカードです。まずあなたの上品で洗練されたセンス、これはまさに相手の心を奪う魅力です。周りの人々に対する優しい博愛の心、その心や見た目で物事を判断しない姿勢、外見だけにとらわれないその姿、あなたの考え方というのは深い尊敬と愛を感じさせます。一緒にいると希望が見えて、心が新鮮な気持ちになるのは、あなたが人生の岐路を何度も経験し、その度に大きな変化を重ねてきたからこそです。あなたの強運と人から好かれる魅力は、まるで小悪魔のように恋愛対象の方々の心をドキドキさせます。そして時々振り回すような不思議な魅力を持っています。あなたと一緒に成長し、そして困難な時に癒しの力をあなたからもらえることは、この恋愛対象の方々にとってかけがえのないことです。あなたの気遣いのうまさや素直な思いを表に表す姿というのは、心に深い感動を与えています。あなたのことを本命と思っている人が、または両思いだと思われますね。好きな方から思われているとか、両思いっていうカードが出ているので、あなたの思い人から好意を寄せられている可能性があるということですね。ぜひあなたをデートに誘いたいと思っていますし、あなたの喜ぶ姿が
愛らしくて、澄んだ心で相手を疑わないその姿勢にますます惹かれてしまうみたいです。あなたにもっと近づいて一緒に過ごしたいという思いが溢れています。好きになったお相手にはとことん心を開く、素直になるとか本音で話せる、悩み事を打ち明ける、そんな傾向があるかもしれない。恋愛関係になったらもうお相手一筋でまっすぐに見つめる、その恋愛関係になる手前は警戒心が強いっていうのがありますね。でも一旦仲良くなっちゃったら、もうあとは相手をずっと信じて、相手にしてもらえた喜びっていうのを素直に表現する姿が可愛らしく映っているみたいです。はい、これが恋愛対象の方々から見たあなたの魅力ということで、新鮮な気持ちになれるとか、一緒にいたい、両思いっていうカードが出てきていました。では最後にこちらのお選びいただいたオラクルカードも含めて、あなたがまだ知らないご自身の魅力と才能についてお伝えしていきます。はい、こちらのカードですね。あなたはまるで不思議なオーラをまとい、カリスマ的な存在を持つ神秘的な方です。情熱と活気に満ちたその姿は周囲に大きな影響を与えています。ご自身がまとう不思議なオーラ、何とも言葉に表現しがたいんですが、この不思議なオーラを自分は持っている、まとっているんだということを押さえてください。こちらに気づいてくださいというメッセージが入ってきています。そしてあなたの笑顔は素敵で、困難なことでも乗り越えられる才能を持っています。目の前の挑戦に対してあなたの美しく燃える心が大きな力を発揮するでしょう。その言動には強い力が宿っており、言霊を感じる力もあるでしょう。瞳がいつも輝いているか、それを忘れずにチェックしてみてください。瞳にあなたのエネルギーが映し出されています。なので毎日、できれば毎日瞳の輝きがあるかとか、瞳の状態っていうのをチェックしてください。乾いているとか潤っているとか、そういうところもチェックしてみるといいかなと思います。先見の明があるっていう才能も出てきていたので、目に見えない第三の目といいますか、そこのサードアイの力が強いのかもしれないなと思います。そしてこちらの太陽のカードも、こちらもね、忍耐強く、あなたは物事を待つ力を持っている、そして燃えるような情熱を、自分自身の心を信じて、そして行動していく才能があるので、ぜひ行動に移していきましょう。あと直感力っていうのもあります。自分でピンときたら動いてみましょう。そうするとより開運していきます。より才能開花へつながっていきます。そんなメッセージが込められていました。今回は周囲の方々から見たあなたの魅力や才能についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは周りの方々から見たあなたの魅力、才能についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。すでにオラクルカードをたくさん使って、こちらが周りの方々、こちらが恋愛対象の方々、そしてこちらがあなたがまだ気がついていない魅力、才能についてもうすでに出しています。プラスタロットカードを使っていきながら、あなたの魅力についてお伝えしていこうと思います。ではまず最初にこちらの日本昔話タロット、こちらのタロットですね、こちらから周りの方々があなたに感じる魅力、才能について見ていきます。こちらの少し内容が、オリジナリティが溢れているタロットカードですので、ガイドブック使いながら解説していこうと思います。よろしくお願いします。こちら久しぶりに持ってきました。はい、周りの方々から見た魅力です。はい、桃太郎のカードですね。ごめんなさい、カップのナインです。ウィッシュカード、そしてこちらもかぐや姫ですね。カップの8。はい、そしてもう1枚がデビルのカードです。
はい、まずデミルね、これは、下切り進めのお話です。この大アルカナはガイドブックからもらっていこうと思います。下切り進めというとそのお話知ってるよっていう方も多くいらっしゃると思います。お話はその簡単に言うと、おじいさんとおばあさんのところに毎日遊びに来るスズメがいて、そしてそのスズメを可愛がっていた。でおじいさんが障子を張り替えるために用意した海苔をスズメが食べてしまって、おばあさんが障子に張り替えるために用意した海苔を食べてしまって、怒ったおばあさんはスズメの舌を切ると。でそんな話なんですが、いろいろとあって、まあ、最後ね、そのおばあさんがその欲を出しすぎてしまって、まあ、最後ね、妖怪たちがつづらから出てくるというそんなお話なんですが、おじいさんは気が優しいだけではなく、スズメを心配して必死に努力します。しかしおばあさんは性根が悪いだけでなく、努力をせず金品を手に入れようとします。欲というのは悪いものではありません。欲のない人生は良くないと言われるように、欲は人に向上心を与えます。しかし過度になればどうでしょうか。結局は自分で自分の首を絞めることになってしまいます。これはずるい考えや欲に任せた行動を咎めるカードです。意味合いとしては、誘惑、束縛、欲望、嫉妬などを表します。そしてあとこちらにカップのナインが入ってるんですね。竹取じいさんのお話なんですね。こことここを合わせると、そのあなたの願望とか欲望って、欲望を出しすぎていないちょうどいいところにいるんじゃないかっていうことで、バランス感覚に富んでいる方というふうに感じました。自分の夢のために欲を、横島の気持ちをね、出しすぎることなく、ちょうどいいところで抑えることができる力を持っているんじゃないかなと思います。そしてカップの8であると竹取物語ですね。竹取物語、はい、こちらが覚悟を表しています。これはもうかぐや姫が月へ帰ろうと覚悟をしていることを表しているシーンです。満月の晩に輝くかぐや姫、最近までは満月でない夜でもかぐや姫は光り輝くようになっています。大事に育ててくれたおじいさんおばあさんと別れるのは辛いですが、かぐや姫はもう強い意志へ、未来へと向かう覚悟ができています。ということで、そうですね、自分の幸せのために切り替えて、心を切り替えて向かっていく、そんな姿が映っているんだと思います。そして桃太郎はバンドです。バンドの6番ですね。なのでこれは前向きな展開、そして目標を表しています。勝利の凱旋、目標に向かって進もうとするあなた。この桃太郎は計画を立てる、目標を見据えて意志を固めていく、前進する、努力が報われるという勝利のカードです。はい、あなたが今まで物事を成し遂げてきた、その経過をずっと見守ってきたよとか、そういうことが言われてるんじゃないかな。で一方でやっぱりやきもち焼いちゃうよっていう方もいると思うんですよね。成功を妬んでいるとかっていう方も一部いると思う。でもこのあたりのバランスを見ていると、あなたがうまいバランスで人付き合いをしていたり、自分の欲に手を出しすぎないっていうところをちゃんとセーブできているので、だからこそ自分で掴み取れるものとか豊かさっていうのを手にしているんじゃないかなとも思いますね。はい、ではここで周りの方々が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきます。そうですね、まず人情味ある方っていうのが入ってますし、あと知的好奇心が旺盛、そして勇気もある、行動力もありますね。大胆かつロマンチストな方っていうのもここから伝わってきます。でカップのカードが多いので、繊細で美しい方、そして感情豊かで調和的な方が多いんじゃないかなとも思います。思いやりや気遣いを大切にする気配り上手な方っていうのも入ってきます。はい、ではこちらが周囲の方々が感じるあなたの魅力です。いいですね、可愛らしいお花のカード、3本のバラですね。成長、ターコイズ、チャレンジ精神です。周りの人たちが感じるあなたの魅力と才能は本当に素晴らしいものです。
あなたは豊かさと達成を体現し、周りに喜びと祝福をもたらしています。外見や内面から香ってくるような可憐で華やかな存在ということですね。その可愛らしさと成長への貪欲さ、まさに周囲を引き寄せる力を持っています。自分が成長するために貪欲になることもできる。しかしそれは欲を出しすぎるとか横島な思いがなくて、ちょうど良いバランスが取れているんだっていうこと。そうですね。そして次ですね。あなたは経験した全てを糧にして周りの人々を魅了しています。その魅力に引き寄せられ、助けたい、力になりたいと自然に思わせる存在です。感謝の気持ちを常に伝えてくれる魅力もあり、特定の方からは一緒に楽しく過ごした思い出があるというメッセージも入ってくるんです。すごく仲がいいお友達がいるとか、この人と一緒に旅行に行ったとか、そんな思い出が、共通した思い出が深くあるよっていうメッセージが入ってくるんですね。特定の仲のいい方いらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてあなたの自由な心と優しさというのは、周りをサポートし勇気づける力を持っています。あなたはインスピレーションを周りに与える存在で、相手の立場を考える思慮深さも兼ね揃えています。チャレンジ精神が旺盛で、上を目指す向上心が高く、進化し続ける魅力を持っています。結果よりもトライする精神の大切さを周りの方々に教えてくれる存在として思われています。あなたのその姿勢は、練習を怠らない努力の賜物です。努力することを惜しまないからこそ手に入れる豊かさや喜び、経験があなたがすでに手にしているということですね。常に成長しようという気持ちが高い。お友達の中であなたと深く関わったっていう、忘れられない思い出を持っているよっていう方もいるっていうのがね、入ってきました。はい、こちらが周りの方々から見たあなたの印象、魅力、はい、そして才能です。では次を見ていきましょう。次は恋愛対象の方々が感じるあなたの魅力、こちらにもらっています。プラスこちらの対象ロマンのタロットからまた4枚カードを出して、あなたの魅力、お人柄、印象をもらっていきましょう。はい、では見ていきます。カップのエース、はい、ジャスティス、カップの4番、そしてペンタクル3番です。はい、やはり気持ち重視、恋愛対象の方々にはそうですね、お金よりも気持ちを大切にするっていう傾向があなたの中である、ロマンチストな方っていうのが入ってきますね。そして曖昧な関係よりもちゃんとした関係性を求めるんだっていうこと、一方的な愛情ではなくて、お互いが同じ度合いというか同じ愛情を持って支え合っていけるような、そんな関係性を求めているっていうのが伝わってきます。好きになったらとことん尽くしちゃうっていうぐらいのね、そんな愛情深い方なんじゃないかなっていうのも感じますね。周りの方々から、恋愛対象の方々から見た印象としては、すごく優しい人とか、困ってる、悩んでいる、悩ましげな顔も好きとかね、そういうことも入ってくるかなと思いますね。あとは一緒にお話ししてると楽しいし、楽しいだけじゃなくてね、気持ちだけじゃなくて建設的なことができる、計画を練って実行するとか、一緒に何かを取り組むとか、これ楽しいねとかいいねだけじゃなくて、じゃあ一緒にこれをやってみようかっていうところまでやっていけるのがあなたの魅力なんだっていうのも伝わってきます。あとは可愛らしい、一緒にいてとか言ってよりは、見るだけで可愛いとか、見てるだけで幸せですとか、そんな風に思っている方々もいるみたい。ということで、こちらが恋愛対象の方々から見たあなたの魅力、さらに深掘りでもらっていきます。はい、こちらのカードですね、ここに並べていきましょう。サポートのカード、そしてオバーンのカードですね。グランディング、基盤ですねっていうカードも入っていますし、こちらにクリア、
軽やかな心という鮮やかなカードも入っています。恋愛対象の方々からは、あなたの感覚と感性でゆっくりと考える熟考する姿はとても魅力的に映っているようです。伏せ目がちになるところに色気が漂っているというように感じている方もいるみたいですね。まさに恋愛対象の方々の心を奪っているようです。日々あなたがもたらしてくれる小さな幸せが周りの心に大きな喜びをもたらしています。あなたの存在に視線が自然に集中し、そして賛同者が多く集まっています。あなたを応援したい、支えたいと思う人々が多いようです。そして苦しい時にも耐えるその姿勢を見て、あなたの背中を押したい、そして助けになりたいと思ってくれています。あなたに対する信頼と安定感は恋する心を深く打っているようです。そして豊かな胸元に色気を感じてドキドキするっていうのも伝わってくるんですよね。あとは好奇心旺盛な姿、楽しそうにしているあなたを見つめると心が晴れ渡って嬉しい気持ちでいっぱいになるようです。喜びを素直に表現するそのあなたの姿が可愛らしい魅力として感じています。この恋愛対象の方々は、未来あなたと一緒に紡いでいきたい、そして楽しみに満ち溢れたい、そのような願いが入っています。たくさんの幸せな気持ちを周りに注いでいる方っていうね、そんな魅力が入ってきています。でもみんなに優しくしてくれるから、自分だけのものにしたいっていうのも伝わってくるんですよね。そして今の現状に満足いかないからこそ、もっとより良くなるようにっていうことで、あなた自身が頑張っている姿っていうのも見て追いかけています。これは恋愛対象の方々も、そして周りの方々も共通してあなたのことを感じているところとして入ってきます。あなたが現状に満足せずに努力し続けていくんだっていう、そういう姿が周りの人々に強く印象深く残っているみたいですね。そしてあなたがまだ気がついていない才能と魅力についてお伝えしたいと思います。はい、ではこちらのオラクルカードですね、こちらから見ていきます。あなたの自由さは制限を感じさせず、そのひらめきと可能性を信じる姿勢はまさに輝くスター性を持っています。あなたは的確に物事の答えを捉える能力を持っていて、華やかさと気品さを兼ね揃えています。あなたは障害を克服し喜びを育む才能があります。自分の進む道を見つけたら迷わず進みましょう。聡明な思考力と、そして肉体的な喜びを感じることで心から楽しむことができるはずです。あなたが尊く神聖な存在であるということ、そしてなくてはならない存在ということを忘れないでください。自然体のままで十分に美しく、そのままのあなたが最も輝いています。これからはあなたらしく持ち前の人柄を生かして、まだ気づいていない才能を開花させることで開運していくでしょう。心を癒し、自分自身を大切にすることで、さらに多くの喜びと成功を手にすることができると信じていきましょう。あなたはスター性があります。ですがそこに意識しなくても、今のままで十分輝いているので、そのままのあなたがすごく素敵だということです。そこに気づいてください。ありのままの自分が一番素敵ということ。そしてあとはこちらのカードですね、赤いバラのカードです。障害を克服し喜びを育んでいく才能があなたにはあります。自分の道を見つける才能も持っていますので、この道だと決めたら動いていきましょう。はい、こちらもメッセージとしてお受け取りください。今回は周囲の方々から見たあなたの魅力と才能についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今回はですね、周囲の方々が感じる
あなたの魅力と才能について、そしてまだあなたが気がついていないご自身の才能についてもお伝えしていきました。周囲の方々、恋愛対象の方々について分かれて見ていきましたので、それぞれでね、お分けといただけたらなと思います。すごい魅力があるんだよということを気がついてくださいっていう、そんなカードからのメッセージもありました。そして今回はこちらの日本昔話タロット、こちらも使って見ていきました。これかなり独特なタロットカードです。私はこちらのカードを以前月間リーディングっていうのを行っていた時に、9月、ちょうど2年ぐらい前ですね、の時に9月の月間リーディングに使いたくて、その時に購入したもので、なかなか頻繁に使う時はないんですけど、かなりこの日本の昔話に沿って作られていたりもします。そしてオリジナルのスプレッドもあって、それを使ってリーディングしたこともあります。はい、いろいろとこう昔話になぞられて作られています。恋人たちは七夕伝説っていうね、ロマンチックなそんなねカードでもあります。昭和ルカナが竹取物語、カチカチ山、花坂じいさんと桃太郎で、はい、できていますね。それと今回はこちらのフードオラクル、せっかくですのでこちらからラッキーフード3択でもらっていこうと思います。そしてガイドブックからメッセージをお伝えしていきます。ラッキーフードとして取り入れてください。こちらから選択肢とは関係なく、左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。はい、こちらの3枚です。ガイドブックではお選びいただいたでしょうか。早速見ていきましょう。今回は左から順に見ていきます。左の方、ジンジャー、生姜です。チャクラは紫なのでクラウンチャクラですね。こちらは、頭頂部の部分にあるチャクラです。こちらのチャクラのバランスを今整えるラッキーフードとして取り入れてください。スピリチュアルに関係する部分と言われています。クラウンチャクラ、目に見えない世界とつながる力と言われているところですね。はい、ではメッセージをお伝えしていきます。回復する、効果が出る。あなたの中にある不調は速やかに回復していくようです。体を温める生姜は代謝や心身のエネルギーを高めて回復効果を上げてくれます。落ち込んだり傷ついたり体調が優れず疲れてしまった時、ネガティブを払い心を温かくほぐして希望に導いてくれるでしょう。そして次への準備が始まっていきます。はい、ぜひ生姜を取り入れてみてくださいと出てますね。抗菌作用や免疫力を上げる効果があります。そして体内の熱を取り除き、体の表面を温めるため風邪の引き始めや、そして寒気がするときにも効果的な栄養食材です。こちらの生姜を取り入れてください。リカバリーのカードです。真ん中の方はキャベツですね。こちら見ていきましょう。優しさ、女性性、25番。はい、見ていきましょう。何枚もの葉に包み込まれているキャベツは女性性を表しています。傷ついたものを優しく包容したりケアしたり、時には見守ったりして安心と安らぎを与えてください。強さを出しすぎて疲れた時はその心を優しく包み込んであげてください。ビタミン C が非常に豊富なほか、そしてビタミン U、 別名キャベジンというキャベツに特有な栄養素があります。はい、ぜひねキャベツを取り入れて、あとこちらはグリーンチャクラなのでハートチャクラを表していますね。コミュニケーション、ハートの部分に関わってくるチャクラです。愛情や人間関係、関係性、コミュニケーションなどを表す部分なので、このバランスを整えるためにもキャベツ取り入れてください。そして右をお選びいただいた方です。こちらはハーブティーですね。水色のチャクラなので喉を表すチャクラです。これも言葉とか会話を表しますね。
水色のカードなので、あと水色のチャクラなので、こちらですね、スロートチャクラ、本心を出す出さない、ご自身の期待する気持ちなどを表しています。こちらもね、ちょうど連携されている、まあチャクラは全部つながってるんですけど、特につながりが深いこの2つのチャクラとも言えます、第4と第3。こちらが、ハーブティーが32番、自然界のスピリットとつながる、植物の持つ香りや薬効が癒しとなり、あなたの状況を軌道修正してくれるようです。外に出て深呼吸をしたり、植物に触れたりするのもいいでしょう。自然界の精霊があなたを安心させ応援してくれるようです。ハーブティーはラベンダー、カモミール、ローズマリー、ローズヒップなど様々な植物を乾燥させてお茶にしたものです。その植物の種類によって異なる色や味、香りが楽しめるとともに、その植物の効能、効果を得られます。はい、ぜひお好きなハーブティーをお選びいただいて、不安を取り除いたり、イライラなどの症状を抑えてリラックス効果を得ていきましょう。はい、ということで、今回はフードオラクルよりラッキーフード3点お届けしていきました。ぜひこちらのラッキーフードも取り入れて、開運フードとして食べていきましょう。では今回のアフタートークはここまでとなります。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。